同胞バルセロナが将来的にはソシエダのあの人を。レアルソシエダのイマヌエル・アルブアシル監督が将来的に FC バルセロナを率いる可能性が取り沙汰されている。イマヌエル監督はスペインマルカが主催した昨季ラリーガ各賞の授賞式に参加し、最優秀監督賞に当たるミゲル・ムニョス賞を獲得。バルセロナで行われた授賞式には FC バルセロナのジョアン・ラポルタ会長とデコ、さらにはファン投票の賞を受け取ったペドリの姿もあったが、彼らはイマヌエル監督に挨拶をするとともに、その手腕を手放しで称賛したのだという。スポルトは次のように報じている。ジョアン・ラポルタ、デコ、ペドリの FC バルセロナ代表者一同は、ラレアル指揮官への愛情を隠さなかったラポルタはイマヌエルの受賞を祝福するとともに、彼のフットボールを好んでいることを伝えた。デコも興味を持って近づき、さらにペドリは彼の家族がイマヌエルを称賛していることを認めたのだった。イマヌエルはスペインフットボールで大きく名を馳せる監督の一人だ。彼のソシエダは人目を引く、魅力的で輝かしいフットボールを実現しており、誰にとっても無視できない指導者がイマヌエルは来季、2025年6月でソシエダとの契約が終了するが、どんな扉も閉ざしてはいない。彼の家であるサンセバスティアンでとても満足しているものの、全てが永遠に続くわけではないのだ。彼は現在のラリーガにおいて、ヨロシメオネについて監督を務める期間が最も長い人物だ。彼はアノエタソシエダ本拠地のベンチに座り、7シーズン目を迎えている。その前にはラレアルの下部組織で働いていた。彼のことを知っている人たちは、FC バルセロナのような下部組織でも立派な仕事を果たせていたはずだと考えている。そして将来的には FC バルセロナを率いる人物として、その名が大きくなり響くことだろうと、報じている。うひょー。スギメンディと抱き合わせで取りたいってか？え？そうなってくると久保くん欲しいんじゃない？久保。それまで竹がソシエダいるとは思えないな。イマヌエルはどこ行っても久保を欲しがってくれると思ってる。イマヌエルが監督のバルサなら久保行って欲しいです。久保マドリード行きした後にイマヌエルバルサに引き抜かれる展開ならないかな？